カブスキジャケチャンネル。はい、どうもカブスキジャケチャンネルです。今回の動画タイトルはこちら。今シーズンブレイクを果たした末金選手ですが、来シーズン4番定着なるかどうかということで、末金選手今シーズンブレイクの要因などを分析していきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで今シーズンプロ初の2桁ホームランを放った末金選手ということで、今シーズンブレイクした末金選手はほぼ倍増の額で契約更改しました。広島の末金選手が15日契約更改に臨み、1300万円からほぼ倍増の2500万円で契約更改したということが報じられました。今シーズンは開幕2軍スタートも6月に昇格すると、持ち前の長打力を生かして初の2桁本塁打となる11本塁打を記録、 OPS も8割6分2厘を残しました。末金選手ですが、倍の20本以上は打ちたい、打点に関してはチーム1の打点は稼ぎたいというふうにね、もう来シーズンはホームラン20本以上、打点はチーム1という目標を掲げています。でまた秋季キャンプで新井監督はですね、今シーズンの末金選手の成績はいい数字だと思う、本人も感覚的にまだ全部ではないでしょうけど、これいけるかもというのは掴んだと思う、そこをどんどん伸ばしてもらえればというふうにコメントしていまして、新井監督もですね、本当に今年の末金選手のね成績というところはねもう十分だと思ってまして、でさらなる成長に向けて、まずはね長所を伸ばしてほしいというコメント出していますし、まあ秋季キャンプでもね、まあ愛のあるねいじりで末金選手をよくいじってね、まあ、そこからも末金選手への期待値の高さというのがね伺えてくるのかなと思います。そんなね末金選手、今シーズンキャリアハイの成績残しましたが、まあ、改めてねその成績であったりね、まあ、詳細なその要因が何だったのかなというところをね考察してみたいなと思います。はい、まずはですね、こちらが末金選手の今シーズンの成績と昨年のね成績も合わせて載せています。今シーズンはね先ほども言った通りプロ2年目で初の2桁ホームランを放ちました。でこのね11本はチーム4位の成績になってます。でさらにね特筆すべきがこちらですね、末金選手ホームランのね割合が、まあ、約13打席に1本打っていたということになります。これはですね、まあ、チーム内で2桁ホームラン以上打っているバッターの中ではトップの数字というところで、まあ、ヒットのねほとんどがホームランになっていますし、まあ、さらにね打席数13打席に立てば1本はねホームラン打つというね成績を残してます。もちろんねこれは規制打席に到達していなかったり打席数が少ないということでね、こういう高い数字になっているんだとは思いますが、まあ、それをね差し引いてもね非常にいい数字になっているんじゃないかなと思います。でさらにね長打力を表す指標のね ISOP もね2割8分1厘をねマークして長打力を存分に発揮しているということで、まあ、同じく規定打席に到達していない分ね高くなっているところはありますけど、まあ、2割5分でトップクラスと言われるねこの指標でもねそれを上回る2割8分1厘をねマークしています。まあ、昨年なんかはねこの ISOP も1割4分3厘で、まあ、長打力なかなか発揮できていなかったんですけども、そこがねもう倍近く上がっているということで、まあ、2年目の今年はね末金選手の持ち味であるその長打力という点でねアピールできていたのかなと思います。でまた得点圏もね、まあ、3割6分1厘と高い、なってますし、で、まあ、さらに打席数が少ないにもかかわらず27打点をねマークしているということからも、まあ、チャンスでの勝負強いバッティング、これもね、まあ、皆さんのね記憶にもあるかと思います。本当にそういう勝負強さもね発揮してくれていたかなと思われます。で一方でまあ三振率と四球率見ますと、まあ、三振率もね 27.3% で、まあ、去年より若干悪化して、まあ、4打席に1回は三振しているという数字ですし、四球率もね、まあ、これも若干上がってはいるんですけど、まあ、まだ 4.1% ねかなり少ない数字になっているので、まあ、ここは本当に三振が多くてフォアボールが極端に少ないというね、まあ、特徴、そこは変わっていないのかなと思います。まあ、そんな中でもね、まあ、この三振を減らすというところではなくて、まあ、去年からもうじゃあ追い込まれるまでにねなんとか打とうという点にね取り組んでいた末金選手なんですけど、まあ、しっかりと追い込まれるまではね3割6分7厘と高い打率を残したということで、まあ、三振率の多さは変わってないんですけど、もうこういうふうに追い込まれるまでにしっかり打つこともできたという点もあってね、成績が各自上がったのかなと思います。
で本当に今年は持ち味の長打力をアピールできたという点で末金選手にとってはね、まあ、本当に飛躍の1年になったんじゃないかなと思います。ではね、末金選手今年の成績、去年からね、何が変わった、成長したのかというところをね、まとめたいと思いますが、まあやっぱりね、変化球への対応かと思います。まあ昨年はスライダーとね、落ちる球への空振りが多くて課題だったということで、まあ特に右ピッチャーが投げる末金選手から取ったら、外に逃げるスライダー、これにね、もうくるくる回って三振してしまっていました。で、また落ちる球への空振りも多かったので、まあ本当に追い込まれてしまえば、もうこの2つをね、投げておけば安牌というようなね、弱点がありましたので、まあシーズン途中からは2軍降格になっていました。しかし今年はですね、この右投手の外のスライダーね、これの対応がね、かなり改善されていました。もうこのスライダーをね、しっかりと我慢できるという場面も出てきましたし、まあ我慢ね、なかなかできなくても食らいついていく、もうしっかりバットに当てて粘るということがね、できるようになっていました。まあなので、まあ菅野投手のその外の逃げるスライダーとなんかも、もうしっかりとね、食らいついていったりして、まあその後のまっすぐホームランにするというシーンもね、ありました。で、さらにね、シーズンラストホームラン、11本目のホームラン、これはね、梶谷投手のね、外スラ、まあ、外逃げるスライダーがね、甘くなったところをね、まあ、泳ぎ気味ではあったんですけども、しっかりと打つとスタンドに入れたということで、まあ、この一発からもね、まあ、苦手だったスライダーというところの改善が見れたんじゃないかなと思います。で、また球種別の成績からも変化球への対応力が上がっていることが分かるということで、まあ、変化球のね、打率については3割3分というね、まあ、高い打率をマークしていますので、まあ、この数字からもしっかりと変化球へ対応できるようになった。で、ホームランもね、6本打てているということで、まあ、コンタクト率はやっぱりね、60% で低くなるんですけど、まあ、その中でもしっかり打てる球は打てたので、こういう成績が残せるようになったのかなと思います。で、まっすぐについては、このね、打率が1割7分6厘というのは、まあちょっと物足りなさはあるんですけど、まあそんな中でもね、まあしっかりとホームラン5本打っているという点で、もともと得意だったまっすぐに対してもね、しっかりと長打力発揮できているという点はね、いいのかなと思います。で、その一方で、まあ、右のね、スライダーであったり、落ちる球になんとか食らいつけるようになったんですけど、まあ、対比ね、左ピッチャーのね、チェンジアップ、まあ、これも落ちる球種の一つですが、このチェンジアップにね、課題が見られていたというところで、まあ、今永投手だったりね、東投手がね、このチェンジアップよく投げるんですけど、まあ、若干ね、右バッターからしたら逃げるような感じのチェンジアップもあるという中で、このチェンジアップにね、タイミングが合わずに空振りするというシーンがね、多く見られていたので、まあ、そこが課題かなと思っていたんですけど、クライマックスシリーズの、ね、第2戦目ではですね、代打で出ると今永投手の、ね、そのチェンジアップをホームランにしたというところで、まあ、そこまで全く打てていなかった、ね、この今永投手のチェンジアップを最後の最後にホームランしたという点は本当に、ね、まあ、このシーズンを通して成長しているなと感じました。まあ、なので、シーズン通じて戦いながら、ね、こういう変化球への対応が上がったというのは良、ね、かったのかなと思います。まあ、同じような、ね、変化球でやられっぱなしで終わらないというのは本当に大事な点だと思うので、まあ、そこがある程度できていたという点でね、今年の好成績につながったんじゃないかなと思ってます。もう一つはね、末金選手の勝負強さというところで、まあ、ここは本当に末金選手の長所だと思いますし、まあ、これのおかげでね、打点数も伸びたんだと思います。こちらに末金選手の今シーズン放ったホームランね、全11本のね、対戦投手だったり、打った球、カウント、またその内容、打ったイニングをまとめてます。で、最後ね、勝利打点といったところの丸にしてはね、末金選手のこのホームランでの得点が、まあ、決勝点とかになった場合、ここにね、丸がついてます。これ見ては、分かる通りですね、11本のホームランのうち6本のホームランが勝利打点につながったということで、まあ、これ本当にね、すごいことだと思います。まあ、ホームラン見ても、まあ、先制のホームランだったり勝ち越しで、さらに逆転というね、ホームランで本当にいいところでね、打っていました。まあ、なのでこういうふうに半分以上が勝利打点につながったということで、チームの勝利にね、大きく貢献してくれていました。なので、まあ、こういった勝負強さが光る、そこは本当に末金選手のね、持ち味だと思いますし、まあ、そこら辺はね、本当にまあ長距離砲としていいポイントだと思いますので、来シーズン以降もね、そこは本当に期待したいなと思います。
で、またね、対戦投手注目しても、まあ、好投手からの一発もね、多く放っているということで、まあ、ライオンズで、まあ、日本代表でも活躍した隅田投手だったりね、ヤクルトの高橋奎二投手からは2本打ったり、で、さらにジャイアンツの菅野投手からも2本打ってます。で、今年カープがね、散々やられた DeNA のね、東投手からも打っているという、まあ、こういう風にね、本当にいいピッチャーから一発を打ってる。そこもね、いいポイント、まあ、勝負強いと言っていいのかなと思います。やっぱりこういういいピッチャーに対してはなかなかね、連打で点取れませんので、まあ、こういう末包選手のようなホームランが本当に効果的になります。そんな中でしっかりとね、ホームランを打ってくれているというのはね、チームにしてはね、心強いですし、まあ、来シーズン以降もね、そういうピッチャーから、いい場面で、いい打点稼いでホームランを打ってほしいなと思いますので、まあ、こういうね、いいところで打てたというのが、まあ、末包選手、今シーズンの好成績にも一つつながっているんじゃないかなと思っています。はい、では最後ね、末包選手のさらなる成長に期待ということでですね、まあ、今シーズンは2桁ホームランを放つなど、まあ、ブレイクした末包選手で、まあ、魅力はね、もう十分語った通り、やっぱ長打力だと思います。13打席に1本ホームラン打ってるということを考えますと、まあ、固定できればね、20本のホームランはね、余裕かと思います。まあ、今年はね、対戦相手とかをね、見定めながら使って、まあ、その中でのね、成績ですので、まあ、それのおかげでいい成績残せたと言っても、あると思うんですけど、まあ、苦手な、ね、ピッチャーとかも減らして固定できれば20本のホームラン本当に余裕なんじゃないかなと思っています。で、勝負強さはね、いいところで一発を打ってるというふうにね、紹介した通り、やっぱそういういいところで打つ、勝負強いというのは本当に4番がね、持つべき力だと思いますので、まあ、そこら辺は本当に4番向きなのかと思います。まあ、今シーズンはね、4番での出場はなかったんですけど、本当に来シーズンは4番として出場を目指してもらいたいなと思います。まあ、1年目のね、オープン戦から4番打つなどね、本当に4番タイプの選手だと思うので、まあ、4番として活躍してもらいたいなと期待しています。で、またですね、まあ、三振の多さといった点はやっぱ課題というところではあるんですけど、まあ、そのね、三振を減らすために当てるようなバッティングとかは絶対してほしくないですし、まあ、新井監督が言うようにやっぱ持ち味のね、長所を今本当に伸ばすということが重要だと思いますので、まあ、こういう荒さというのはね、まあ、目つむれますので、まあ、今あるホームラン、長打力というところをね、どんどん伸ばしてもらって、もう一本でも多くね、ホームランを稼げるという力をね、つけてもらいたいなと思います。まあ、秋季キャンプでもね、そこら辺本当に末包選手と新井監督もね、意識してもらって、本当に慢心することなくね、キャンプでもいいコメントが出ていますので、そこは本当に期待していいのかなと思っています。で、真のブレイクへ来季が重要ということで、まあ、ここまでブレイクしたとは言ってるんですけど、まあ、やっぱプロ野球の選手はまあ3年か活躍して一流とよく言われるということもありますし、まあ、1年目活躍した後ね、相手のマークも厳しくなって研究も進みますので、まあ、2年目が本当にね、重要だと思います。まあ、なので、まあ、今年苦手だったコースとか変化球でどんどん攻められてくると思うので、まあ、そこに対してやられっぱなしじゃなくてね、なんとか対応していって、で、かつ自分の得意なボールは本当に捉えるということをすれば、今年以上の成績残せると思いますし、まあ、そうすることで、まあ、真のブレイクと呼べるのかなと思いますので、まあ、今シーズンブレイクしたといえばブレイクしたんですけど、まだね、真のブレイクとは言えないと思いますので、来シーズン、今シーズン以上のね、成績を残して、で、また4番であったりレギュラーというポジションを掴んでもらって真のブレイクを果たしてもらいたいと思いますので、まあ、本当にそれをできるだけの力もあったりね、秋季キャンプへの姿勢、それ見ても本当にできる選手だと思ってますので、もう期待してます。まあ、なので、まあ、カープはね、右の大砲がいないと言われている中、まあ、末包選手が希望ですので、まあ、貴重な右の大砲として来シーズンはさらなる活躍を期待したいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は今シーズンブレイクを果たした末包選手についてまとめてみました。来シーズンさらなる活躍をしていい成績残してもらってレギュラーつかみ取ってもらいたいと思いますので、来シーズンの末包選手にも期待しましょう。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。